よく聞こえないな。まったく、どうなっちゃうのかしら。王国軍も結局は偉い人に弱いってことか。ん？あの人たち何やってんだろう。見たところ一般の旅行者みたいだけど、それより。それより何？守備隊の人たちが一人もいない方が気になるね。あ、そういえば何か事件かな。さあ、わからないけど、とにかく守備隊の人を見つけて事情を聞いた方が良さそうだね。うん、そうね。それで閣下のお気持ちに変化は？閣下は一度言い出したらてこでも動かないお方。なんとかしてお気持ちを変えぬ限り。そうか。それでは遊撃士が来るまで手の打ちようがないな。はい、では私はこれで。あれ？今の人どっかで。おお、君たちはもしや遊撃士ではないか。よく来てくれた。私は守備隊隊長のハーンだ。あ、はじめまして。準遊撃士のエステルよ。同じくヨシュアです。掲示板には迷惑な旅行者がいると出ていたようですが。ああ、そうなんだ。実はタチの悪い旅行者がいてな、その人物の対処に困ってるんだよ。よかったら君たちの力を貸してもらえないだろうか。うん、いいわよ。ありがとう、助かるよ。よし、それでは詳しいことは下で話すとしよう。状況に進展はなさそうだな。あそこにいる人たちは何か関係があるの？彼らは今回の事件に巻き込まれた被害者だよ。問題の旅行者は今は食堂の中にいる。食堂？なあ、なんとか説得しようと思ってね。部下たちに頑張ってもらっているところだ。説得って…ねえ、その問題の旅行者って一体どんな人なの？実はな。おい、君はここの責任者だろう。早くなんとかしたまえ。あんな横暴を許していいのか。王国軍は市民の味方なんでしょ。だったらどうにかしなさいよ。ちょっと皆さん、皆さん落ち着いて。落ち着いていられるか。分かりましたから、少し離れて。よしは大丈夫？ここはいいから。とにかくエステルたちは食堂の様子を見てきて。うん、分かった。よし、行こう。だからさ、宿泊所や食堂を貸し切りにしちまったら他の客に迷惑がかかるだろ。どうしてその辺のことが分かんねえのかな。閣下、こちらの方もこう申しておりますことですし、やはり予定通りルーアンにお戻りになられたらいかがですか。黙れフィリップ。私はここが気に入ったのだ。何しろエアレッテンの滝を間近に望むことができるからな。だからさ。ゲゲ、誰かと思えばわがまま公爵じゃない。ん？おっと、遊撃士さんじゃないか。遅かったな、待ってたぜ。タチの悪い旅行者ってひょっとしてあれのこと？
他に誰がいるってんだよ。はあ、納得。道理でさっき隊長さんと話してた人に見覚えがあったわけね。あの公爵さん、ここに泊まると言い出してな、食堂と宿泊所を貸し切りにしろって言い張るんだよ。ほんと底なしのわがままね。まったく困ったお方ですね。王族が泊まるからって一般の旅行者を野宿させるわけにいかないだろ。というわけで正義の味方にご登場願ったのさ。なんとかあの公爵さんをルーアンに帰るよう説得してくれよ。あ、私が？交渉ごとも遊撃士の仕事の一つだろ。あいにく俺たち兵士は剣と銃の訓練しか受けてないんでね。私だって交渉の訓練なんて受けてないわよ。そりゃ少しはコツみたいなものを教わったことはあるけど、そういうのってヨシアに任せてたし。でもエステルさん、このまま放っておくわけにも。うん。なあ、頼むよ。もう仕方ないわね。はあ、ここはやるしかないか。おう、そう言ってくれると信じてたぜ。はっきり言っとくけど、全然自信ないんだからね。期待しないでよ。エステルさんなら大丈夫ですよ。うん、ありがとう。よし、ダメ元で精一杯頑張ってみるわ。おや、あなたはこの間の。うん、お久しぶり。相変わらず大変そうね。ん？フィリップ、誰と喋っておる？とにかく最初が肝心ね。カッカ、お迎えに参りました。迎えだと？そんなものを命じた覚えはないぞ。だいたいどこから迎えに来たのだ？市長邸からです。お迎えに上がるようにと市長に依頼されたんです。ほう、そうか。それは首相な心がけだな。だが今夜はルーアンには戻らぬぞ。このエアレッテに泊まると決めたのだ。ここが肝心ね。その気がなくなるようにうまく誘導しなきゃ。こんな粗末なところに泊まるんですか？見たところ次期国王陛下にふさわしい場所とはとても思えないんですけど。ふん、これこれ、分かりきったことを申すでない。もとよりこの私にふさわしいところだとは思っておらん。ただたまには庶民の暮らしを真似てみるのも一興と思ってな。それならいいんですけど、でもこんなとこじゃ豪勢な料理なんて期待できないし、それにはっきり言って不衛生ですよ。そうか。言われてみれば何やら薄汚いような。やはりこのような場所に泊まるわけにはいかぬか。よし、ここでもう一押し。あ、閣下の足元に。ん？私の足元がどうした？でっかいゴキブリ。フリップ！はい。虫けらどうじゃ！早く殺してたこれ！ああ、やっぱり庶民の食堂は不衛生ですね。もうあちこちに魔獣みたいなやつが。ああ、ダメだ！フィリップ、帰るぞ！はい、それがよろしいかと。ありがとうございました。お安いご用よ。でね、そこでジョーちゃんがとどめの一言を言ったんですよ。やつの足元にでかいゴキブリがいるってね。それを聞いた時の野郎の顔といったらもう、いや、久々に胸がスッとしたね。うん、そういうことか。手荒な手段に訴えたのではないかと心配していたが、キーンツの話を聞く限りうまく対処してくれたようだね。店の悪口を言われた時はさすがにカチンときたがな。
ごめんね、公爵を動揺させるためにちょっと嘘ついたんだ。でも意外だよ、エステルにそんな駆け引きができるなんてね。ふふん、私だってやるときはやるってことよ。まあ本当のとこヨシアになったつもりでやってみたんだけど。そうだったんですか。うん、じゃないとあんなさらっと嘘つけないわよ。まあ嘘にもいろいろあるからな。皆を助けるためだったんだ。エイドスも許してくれるはずさ。うん、今日は世話になったな。これからも任務に励んでくれたまえ。うん、それじゃあね。では失礼します。あれれ、君たちはこの間の。お久しぶりです。おお、なんだ、砂浜で会った人じゃない。ジミーって呼んでくれ。この前はほんと助かったよ。改めて俺を言わせてくれよな。で、今日は掲示板を見てきたんだろう。うん、そうだけど、なんでこんな場所で待ち合わせなの。だってここなら目立つだろう。それにいつまでいてもミラを取られないからね。遊撃士に依頼を出すだけでも結構な出費になるからさ。じゃあ早速依頼の話をしましょうよ。掲示板にはなんか楽しそうなことが書いてあったけど。はっきり言って期待してもらって構わないよ。実はね、最近とんでもない古地図を手に入れたんだ。なんとその地図は、その地図は大海賊シルマーの残した宝の地図だったんだ。びっくりって驚いてみたけど、その大海賊なんとかって何者。シルマーを知らないっていうのかい。信じられないよ。それでもルーアン市民かい。人を勝手にルーアン市民にしないでよ。シルマーというのは確か100年ほど前にルーアン周辺を根城にしていた海賊ですよね。そうだよ、
君は偉い。さすが王立学園。伊達に制服可愛くないよね。へー、クローゼさんすごい。もうエステルさんまでそんなにおだてないでください。引きかじって覚えていただけなんですから。君たちに依頼したいのはそのシルマーの財宝の捜索さ。まずは地図に記されてる目印なんだけど、この前僕がいた場所を覚えてるかい？ほら、砂浜の中のくぼ地のような地形さ。メーベ街道のちょうど中間あたりですよね。その通り。宝の地図にはあのくぼ地が目印として描かれているんだ。それでこの間はあんなところにいたのね。そう、そういうこと。くぼ地を見っけて、さあこれからって時に魔獣どもが現れちゃってね。まあだから今回はプロにお願いしたわけさ。で、そのくぼ地の次は？うん、地図ではくぼ地から南東の方角に罰印が書いてあるんだけど、これってどう考えても財宝の隠し場所だと思わない？なんか本当っぽいわね。そうだ、ちゃんと手帳にメモしとかないと。じゃあちょっと整理してみますけど、くぼ地から見て南東、このルーアンのある方角の砂浜を調べるってことですよね。つまりそういうことだね。うん、見事なまとめだよ。それはどうも。でも見つかるかな。今のところの手がかりってくぼ地から見て南東ってことだけよね。ええ、砂浜は広いですし。確かにちょっと情報不足かな。おお、みんなして不安を煽らないでくれよ。メーベ街道沿いの浜辺をくまなく歩いてくれればきっと見つかるはずなんだ。要するにしらみつぶしの体力勝負ってこと？得意でしょエステル。ま、苦手とは言わないけど、もうちょっとねえ。効率は悪いけどそれしか手はなさそうだ。街道沿いの浜辺をひたすら歩くしかないね。仕方ないわね。じゃあ成果があったらまた報告に来ます。頼んだよ。財宝を見つけたら山分けだ。相当古いものみたいだね。材質から見て動力革命以前のものかもしれない。で、そっちの紙切れみたいなのは何？海図の切れ端みたいだね。ひょっとしてジミーさんの言ってた財宝ってこれのこと？残念だけど多分全然関係ないと思うよ。これはどこからか流れ着いたものみたいだね。難破した船の積み荷だったのかもしれない。ええ、そうだと思います。昔はそうした事故も多かったと聞いていますし。そっか、飛行船がない頃はみんな船で運んでたんだもんね。この浜辺の沖も交易船の通り道だったのかな。
おお、帰ってきたか。財宝はどうだった？さすがに財宝はまだ見つけてないんだけど、でもその代わり古い探検とカイズを見つけてきたよ。カイズだって？おお、それは大発見。早く見せてくれ。そんなに焦んないでよ。うわー、なんだこれは。すごいよ。こいつはこれこそ海賊シルマーの宝の地図に。ちょっとお兄さん、あなたこの間その宝の地図を持ってるって言ってたじゃない。やあ、れはきっと宝の地図の地図だったんだ。財宝の隠し場所を示した地図のその隠し場所を示す地図だったんだよ。ややこしいですね。でもその海図、樽の中から見つけたんですけど。まあその辺はいいことにしようよ。あそこに海図があったのはどう考えても偶然だけど、ジミーさんが古地図を信じたからこそ発見できたわけだし。確かにそうですね。物は考えようね。まあ本人も喜んでるし、ここはそうしておきますか。あとそうだね、ジミーさん、一緒に見つけた探検はどうする？それは君たちに進呈するよ。お礼のミラが少なくて申し訳なく思ってたしな。どうぞ好きに使ってくれたまえ。ありがとう。今回の働きぶりは本当に見事だったよ。この海図はきっとすごい発見だ。これからまた忙しくなりそうだよ。おっと、僕の方もグズグズしてらんないぜ。一刻も早く解読してオニールじいさんをびっくりさせてやらないと。オニールじいさん、じゃあな、助かったぜ。オニールさんって、なるほど。オニールさんって雑貨店を営んでいるおじいさんなんですけど、ちょっと困ったところがあって、どんな話でもとにかく大きく膨らましてしまうんです。いるいる、そういう人。じゃあジミーさんはそのおじいさんの大風呂敷を真に受けちゃってるってこと？はい、どうやらそうみたいです。純粋すぎるってのも困りものよね。でも、もしそうだとすると、そんなおじいさんの話からあの海図が見つかったわけか。そういうことになるね。ちょっと不思議なお話ですよね。信じていれば報われるってことかな。ジミーさんの場合は信じすぎだと思うけど。ま、全力で夢を追うのも一つの生き方なんじゃないかな。整備用カバンの件だな。ちょうど待ってたところだぜ。どうだ、すぐにでも行けるかい？よっしゃ、それじゃあ早速ブツを受け取ってもらおうか。ブツ？重いからな、気をつけろよ。結構でかいだろ。交換用のオーブメント部品から工具一式まで必要なものが全部入ってるからな。バレンヌ灯台まで運べばいいのよね。そうだが、必ず灯台森のフォクト爺さんに直接手渡してくれよ。かなり高価なものだからな、くれぐれも気をつけてくれ。いやー、それにしても
ジャンのやつから聞いてはいたが、正直これほどとは思わなかったぜ。ん？何が？あんたたちのことさ。生きがいいとは聞いてたが、こんなに若いとはな。生きがいいって魚じゃないんだから。でもな、ここまで若いとさすがに少々心配だな。うん、ちょっと若いからって甘く見ないでよね。ああ、いや違うんだ、そういう意味じゃなくて、北斗爺さんがどう思うかなってことなんだ。ああ、なるほどね。なんだ、爺さんのことを知ってるのか。うん、確かにいろいろと大変だったわよ。まあ、お世話になったってこと。その口ぶりだったら大丈夫だな。言いたいことは分かってるみたいだ。ただ、爺さんの気持ちも分かってやってくれよ。東大森は孤独な仕事でな、偏屈になっちまうのも無理はないんだ。航行する船にとって灯台は命綱のようなものですから、灯台守というお仕事はとても責任のある役目なんです。そっか、大変な仕事なんだね。じいさんが漁師をしてた頃はよくラバンタルで飲んでたな。でも今は灯台暮らしだから、あそこの名物カクテルもめったに飲めないってもんよ。まったく大変な話さ。本当は差し入れでも持ってきたいんだが。おっと、さすがにおしゃべりが過ぎたな。ま、そういうわけだ。じいさんに何か言われても気にしないでくれよ。うん、わかったわ。それじゃあもう行くけど、まだ他に何かある？いや、もうないぜ。質問や仕事をキャンセルするときはまたここに来てくれよ。じゃあな、頼んだぜ。よ、いらっしゃい。ん？おい、あんたたち、バレンヌ灯台に行くのか？うん、そうよ。灯台森のフォクトさんにこの整備用カバンを届けるの。やっぱりそうか。そのカバンでピンときたぜ。じいさんが灯台に行ってからもう随分経つな。元気でやってるといいんだが。おじいさん、昔はよくこのお店に来てたんだってね。あの人は元漁師だからな、酒も博打も大好きなんだよ。じいさんの好みは木の実のジュースを使ったアゼリアロゼってカクテルでな、こいつがまた魚と抜群に合うんだよ。しかしさすがに灯台からは飲みに来れねえからな。仕事とはいえ辛い話だよ。うん、本当大変だよね。おう、そうだ、よかったら一本持っていかねえか。え？どうせ灯台に行くならカクテルを届けてほしいんだ。別に依頼ってわけじゃない。忙しかったらあんたらで飲んじまってくれて構わないぜ。おじいさんに差し入れってことね。ねえヨシア、別に構わないわよね。うん、問題ないと思うよ。ま、これも気配りってやつね。そうですね。おう、それじゃじいさんによろしくな。つまみもあるといいんだが、あいにくと切らしちまっててな。この季節はマノリア特産の辛口アンチョビが一番なんだよ。ま、今回は飲み物だけでよしとするか。じゃあな、仕事頑張れよ。うん、じゃあね。Thank you.
お届け物です。ん？お前さんはこの間のお久しぶり。今日はまた別な仕事なんだ。遊撃士協会からの依頼で整備用カバンをお届けに来ました。はい、どうぞ。うん、確かに受け取ったぞい。こんな遠くまで。ほんにご苦労じゃったな。ううん、大したことないわ。それより、今日は他にも持ってきたものがあるのよね。ほう？北斗さん、これをどうぞ。ラバンタルのプレミオさんから差し入れですよ。おお、アゼリアロゼじゃな。昔はよくアンチョビをたっぷり使った料理をつまみながら飲み明かしたもんじゃったの。いやー、懐かしいの。プレミオたちは元気か？うん、みんなおじいさんのこと心配してたよ。仕事は大変だろうけど、体に気をつけて頑張ってね。うん、差し入れもありがたいが、その言葉はもっとありがたい。お前さんもだいぶ気配りの精神が分かってきたようじゃの。どうだろう。やっぱり私はちょっと苦手かも。いやいや、ずいぶんマシになってきたと思うぞい。まあもちろんまだまだではあるがな。おう、そうじゃ、ちょっとそこで待っておれ。これは昔わしが使っていたものなんじゃが、いろいろと運んできてもらったからのせめてものお礼じゃ。どうぞ受け取ってくれ。少々古いが品は確かじゃからきっと役に立つじゃろう。わあ、ありがとう。いいんですか、いただいてしまって。構わん構わん、どうせもう二度と海には出んのじゃ。さてと、今日は本にご苦労じゃった。わしもそろそろ仕事に戻ろうかの。差し入れまでいただいてしまってはサボっているわけにもいかんからな。どうかお体にお気をつけて。それじゃあ元気でね、おじいさん。では失礼します。
遊撃士協会の方ですか？え？うん、そうだけど、ひょっとしてあなたアメリアさん？あ、そうです。お待ちしてました。早速ご依頼の件ですけど、護衛ということでしたよね？ええ、そうなんです。叔父の護衛をお願いしたいんです。クローネ参道に行くそうなので。クローネ参道ね。あ、そっか、ボスまで行くのね。いえ、そうじゃなくて、クローネ参道に行きたいそうなんです。え、どうして？クローネ参道に何しに行くわけ？珍しい山菜を探すとかそんなこと言ってましたけど、ごめんなさい、私も叔父の言うことってよくわからないの。あ、そうですか。それならご本人から聞いた方が早いですね。ええ、そうですね。ちょっとお待ちください。すぐに呼んできますから。掲示板を見た時は簡単そうに思えたんだけど、なんか雲行きが怪しくなってきたわね。クローネ参道はとても危険な場所ですよね。そんなところにわざわざ出向くなんて。そうだね。とにかく本人に事情を聞いてみないと。あ、来たみたいよ。あれ、おじさんは？それがもう出発してしまったみたいなんです。出発したってクローネ参道にですか？ええ、多分そうです。皆さんが来るまで待つようにあれほど言っておいたのに。もうおじさんたら、どうしてこう勝手なのかしら。心配よね。クローネ参道に一人っきりだなんて。特に暗くなると危ないからね。なんとか日没前に帰ってきてくれるといいんだけど。ごめんなさいね、わざわざ来てもらったのに無駄足にしちゃって。ううん、気にしないで。私たちのことはいいのよ。本当にごめんなさい。叔父が帰ってきたらきちんと言っておきますから。終了、先に進もう。なんとか間に合いましたね。ほんとギリギリだったわね。お怪我はありませんか？うん、大丈夫だ。君たちのおかげでかすり傷一つ。ん？はて、どっかで見た顔だな。あれ、そういえば。おお、なんだ、
お前はロレントの田舎娘ではないか。ゲゲ、あんたはキノコを探してた悪徳商人。エステル、さすがに失礼すぎるよ。相変わらず最低限の礼儀もわきまえておらんようだな。まったくこれだから田舎育ちは。うっさいわね、ゲテモノ食材マニアのくせに。どうせ今だって変な食べ物を探してたんでしょう。ふん、今日はもう貴重な山菜を収穫した後だ。この山菜はな、あのホタルタケよりもさらに個性的な食材なんだぞ。今度こそ商談もうまくいくだろう。あれれ、今度こそってことは、あのホタルタケってやつはやっぱり売れなかったのね。うるさい。たまたま需要がなかっただけの話だ。ねえエステルさん、山菜と聞いて何か思い出しませんか。あ、そういえばマノリア村で会ったアメリアさんだね。アメリアだと？アメリアというのはわしの名だが。え、ってことはこの人がアメリアさんのおじさん？どうもそうみたいだね。あいつがどうかしたのか。実はアメリアさんからあなたを護衛してほしいという依頼があったんですが、僕たちがマノリアに来た時にはもうあなたは出発した後だったんです。そうだったな。確かにアメリアには悪いことをした。だが仕方がなかったのだよ。次の商談までに目玉商品を用意する必要が。でもそのせいで危うく魔獣の餌食になるとこだったんじゃない。それじゃあ商談も何もないと思うんだけど。帰ったらちゃんとアメリアさんに謝ってよね。きっとすごく心配してると思うわよ。わかったよ。次のグランセルでの商談が済んだらきちんと詫びに行くと約束しよう。ええ、僕もそうした方がいいと思います。それじゃあそろそろ行きましょう。町までお送りしますよ。おお、それはありがたい。ではお願いするよ。ここで結構だ。今日はいろいろと世話になったな。どうだろう、この機会に以前のことは水に流してくれないだろうか。どうも君たちとは縁があるみたいだからな。できればこれからもいい仕事仲間であってほしいと思うのだが。だそうだけど、エステルはどうなの？まあオービットさんがそう言うなら私は構わないわよ。和解成立だね。それではこれからもよろしくお願いします。うん、そう言ってくれるとこちらも嬉しいよ。ではな、また次の仕事で会おう。もうみんなすっかり元気だぜ。みんなで遊んでるの。今
おかずはなんだろうな。もうみんなすっかり元気だぜ。負けられないんだ。お疲れ様。無事に目的を達成できたみたいだね。何か依頼を達成したらまた報告に来ておくれよ。